ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は木津川市の 2LDK の賃貸アパートフロープラッツをご紹介させていただきます。まず最初にご紹介するのが LDK のスペースとなっております。こちらのスペースも非常に広くて使いやすいスペースとなっております。そしてこちらですね、リビングの方にはこのようにエアコンが1つついてますので、1台だけ最初から買う必要がなくてお得な物件です。それではキッチンのご紹介させていただきます。キッチンの方は人気のカウンターキッチンとなっております。調理するスペースも十分ございますし、こちらですねお好みのコンロを置いていただくスペースとなっております。レンジフードもかなり大きなものがついておりますし、収納の方も上下にしっかりとございます。そして、カウンターキッチンですので後ろのスペースに冷蔵庫などを置いていただくんですが、こちらも、しっかりとしたスペースが用意されております。それでは奥の洋室をご紹介させていただきます。こちらが洋室およそ6畳のスペースとなっております。こちらの特徴は、収納が2つついている点です。まず1つ目の収納がこのような大きなクローゼットとなっております。丈の長いものも十分かけていただくことができます。そして反対側にももう1つ同じような大きさのクローゼットがついていますので、かなり収納力のあるお部屋となっております。それではこちらから隣ですね、水回りのご紹介をさせていただきます。まずこちらが洗面所となっております。洗面台は人気のシャンプードレッサーとなっております。洗面台の横には室内に洗濯機を置くスペースがついております。そして奥がお風呂となっております。お風呂はこのような形となっております。窓もついてますし、浴室乾燥機もついてますし、非常に充実設備のお風呂となっております。それではもう一つ洋室がありますのでご紹介させていただきます。その前ですね、こちらこの部屋モニター付きのインターホンがついてますので防犯性もバッチリです。はい、こちらがリビングの隣の洋室となっております。こちらも広さはおよそ6畳となっております。収納の方もこのようなクローゼットがついておりますので、一人して十分という収納がついております。それではお部屋のご紹介の方は終了させていただきます。詳しい条件等は奈良のおもてなし奈良心賃貸の正木のホームページをご参照ください。はい、そんな感じで本日はフロープラッツのご紹介でした。また見てね。